えー、こんにちは、ソッカー塾のです。初めの一歩ね133巻まで出てたんで昨日までに読み終わりましたほんとにね2週間ぐらいで全部読んじゃいましたねあのー、第1巻を読んだ頃っていうのは私まだ中学生か高校生ぐらいだったんですけども森川ジョー二さんの新しい連載がマガジンで始まったなーとあーボクシング漫画かどのぐらい続くかなーと「明日のジのーぐらいは続くかなーぐらいの感覚で見ていたんですけども 明日のジョー』がマガジンコミックスで20巻で完結しました、うん、で「はじめの一歩」は133巻まで続いてまだまだ先があるんですよねその「はじめの一歩」っていう漫画の中での時間の立ち方っていうのは多分ね4年か5年ぐらいなんですよでも現実の私たちの時間軸はもう30年過ぎてるわけなんですよねこのぐらいのタイムラグをつけながら本当に当時のキャラクターがね まだ私が10代だった頃のキャラクターがまだ同じような年齢のまんままだ青春を繰り返している挑戦を繰り返しているというところがね何ともね愛おしくて面白いなと思うわけなんですけども登場人物一人一人がねすごく魅力的でこの主人公の初めの一歩幕の内一歩くんが試合をしてない時にでも当然ですけども他のの選手たちっってては試合をやってるわけでですよでその一人一人にドラマがあって個性があって勝たなければならない理由があってですね で敗北した選手にも本当に、えー、変化があったりとかね、えー、挫折があったりとか復帰があったりとか悲しさがあったりとか生活があるわけなんですよね、まあ、たまにねライバル選手の、あのー、生活費の稼ぎ方がちょろっと出るのも面白いなと、あのー、ライバルの、ね、宮田くんなんてのはコンビニでバイト <laughs> してますし、えー、それから誰だったかな挑発のね、えー、っとスピードスターも。 握り寿司100円寿司回転寿司でバイトしたりとかあとねあのー、一歩君の好きな久美ちゃんっていう女の子のお兄ちゃんなんですけども彼もプロボクサーでなんか運送会社に勤めてるんですよねで運送会社の社長がものすごく応援してくれてで地獄会っていうねファンクラブを作ってずっと応援してくれてるところでそういった姿にだんだん心閉ざしていた 増し場も増し場量もねなんかただ怖い強いだけじゃなくて強さと優しさとフェアを兼ね備えて成長していくところがすごく面白かったりね。で最終的には今133巻までしか読んでませんので最近は分かりませんけどもあの自分の妹久美ちゃんをね任せる男っていうのは少なくとも俺より強い男じゃないと認められねえって感じで杏に自分に勝った。 幕の内一歩くんとの交際を認めてるようなね一コマがあったりとかしてほっとしたりねで久美ちゃんもね一歩くんがずっと好きなんですよねずっと好きなんだけども言い出せない <laughs> そして一歩くんも久美ちゃんが好きなんだけども言い出せないでいい感じで一歩くんに積極的にアプローチしてくる女の子もパラパラっと現れたりとかしてねその女の子一人一人にも人生ド,ドラマがちゃんとスピンオフされていたりとかあとね 仙道っていうライバルもいるんですよね。仙道っていうのは今となってはもう世界のヒノキ舞台に立って一歩くんには2度も負けたんだけども今はね世界一強いんじゃないかなって言われるところまでこう一歩くんとの対戦での敗北によって強くなったすごいやつだなと思います。なんかねあの関西のノリがむちゃくちゃ似合っててしかもメキシコのノリと関西のノリっていうのがすごく親和するのが。 描かれているのがねまた面白いところだったですよねこんな友達がいたらなって思わせるようなそんなキャラクターですねそれからあ、ウォルフっていうねロシア人の選手もいるんですけども彼もねものすごくアウェアな土地ですごく不運に恵まれてるんですよロシア国内ではなかなか活躍する場があのプロボクサーとしてはなくってアマチュアのトッププレイヤーだったんですけどもねうでも世界に出ていくことによって 自分の拳一本でいろんな振りを切り抜けていってちょっと影のあるようなね、えー、人物なんですけども幕内一歩君のお母さんにもなんか母親の愛を感じたりとかねいろんなところで人の優しさとかあったかさに気づきながらでも、まあ、熱いハートとね冷静な頭で世界をどん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 自分のお居場所にしていくっていうところがすごいなというところですよね。 からあの、こんな兄貴がいたらいいなこんな先輩がいたらすごくいいなっていうのが高村守です。彼の試合ってのはね漫画で読んでてもアニメで見ててもものすごくねあの涙が出るぐらい憧れられるんですよねいまだに。うんで強気なところもすごく面白いしあと忍者に熱いところねなかなかこれは保管してみないといけないんですけども高村守ってねものすごくじじい会長のことをね信頼していて。 もううここののの会長のために自分の拳を捧げているるようなところがあるんですよねで当たり前のようにチャンピオンベルトをボンボン取ってきて「お前じじいこれやるよ」みたいな感じでねあの自分の師匠たる会長を喜ばしていくところそこに自分の存在意義と拳がね暴力ではなくって、まあ、世のため人のためではないけども自分の信じるもののためにあるんだってことねそのためにはどんな原料もどんな強敵にも打ち勝っていく姿が。 非常に感動だなとそしてね普段はこの高村守に古典版にやられているジムの、まあ、皆さんなんですけどもねでも高村がステ,ージステージっていうかねリングに立つとみんなで応援する姿あんた普段でかいこと言っといてこういう場所でねその強さを出さなくてどうするんだみたいなあんた勝って当たり前なんだからさという感じでねその思いが背中を押して高村もそれに応えて。 普段威張るために誰に誰も負けないいい背中を見せててくっていうところですよね。なんかねその言葉ではなくて背中で語るっていう個性がすごく出てて高村守もねすごくかっこいいなと思いますよね。まあ、こういったメンバーまだまだね取り上げてない人がいっぱいいるんですよね。例えばね沢村っていうものすごく悪いやつがいるんですよ。反則もね全然辞さないやつであのもうぶち切れちゃってるやつがね。でも彼も彼 一歩との対戦とかその他の経験を通じてなんかこんなんじゃいけないなと戦う姿勢とかそれからねこう人の心を思いやる姿勢とかなんかこう悪いやつなりにその悪さ歪んだ気持ちってのがだんだん多くの人に融和していくところがねボクシングってのはうん所詮 格闘できるよううなななな格闘技ではいいんだなというふうなことこを思わせますねやっぱこう何、うん、て言いますかねまあが育ってない間は暴力の道具にしか見えないんですけどもどこかでね精神を養っていかなければ強さの限界が来るってことを感じていくんですよねきっとね。うん、まあ始めの一方134巻最新巻は3月の 半ばぐらいに出るんですかね3月の半ばぐらいに出ると思いますんでまああとね23週間待たなくてはいけませんけども今まではものすごいペースで「初めの一歩」を読んできたんですけどもこれからはねほとんどの方と同じような新刊が出ないと読めないという立場に来ますんでいやこれからね何年かかっっってててこののストーリーリ終わっていくんだ,ろうだって高村守の6階級制覇でも現在3階級制覇するのに30年かかってるわけですよこのリアルな時間軸で。 じゃあ私が今50になろうとしてますから80歳までには終わるかなっていうところとあとね今一歩君は引退してますけども多分選手として復帰すると思うんですよしかもそう遠くない時にねで伊達選手っていうのも結局復帰してそれから日本チャンピオンになってますしねそれから一歩君はおそらくお母さんに大きなあのショックがあって何らかのショックがあってね でリングに戻るんではないかなっていうところが私は一番思いますね今だからリングに戻らない理由はお母さんですからねで釣り船幕の内ですからだから多分ここがきっかけになって、えー、リングに戻っていくんじゃないかなそして数試合やった後で高村守の取れなかったあ階級のベルトを取ってですね そしてその頃すでにお亡くなりになっている会長のもとに訪れるというラストシーンではなかなかと思っています私の想像ですけどもね何の何の根拠もありませんけどもそういうふうに進んでいくんだろうなでもこうやってねいろんな予測を打ち破っていくのがね,森川,先生ですからね森川先生もだから漫画描き始めた頃当時20代後半ぐらいじゃなかったですかね。だかからもう60とか をぎてるんでしょあの人もうんすごいですね130数巻を書き上げるこの力それが最近あれでしょミュージカルも始まるでしょなんかアプリのゲームで自分のボクサーを育成しようみたいなね、うん、なんかときめきメモリアルみたいなのが始まるみたいなね、うん、だから初めの一歩グッズとかそのボクシンググローブとかねトランクスとかねガウンみたいな。 やつとととかか出るる売れるんじゃないかなと思いい思ますけどもぜひ出してもらいたいいたなと思います、うん、それからこの「はじめの一歩は」はあまりにもすごい作品なんで多分ねリメイクっていうのは出ないと思うんですけどもまあけどねあのテレビシリーズでなんかワンクール12話でねジャニーズが出てドラマみたいなのもちょっとあ、ね、れ考えられるかなと思うんですけどもそこまではしないですかね。はいじゃあ今回「はじめの一歩」133巻まで読んでいろいろとお話してみましたけども。 興味を持っていただいた方はぜひね、はじめの一歩、メルカリでも売ってると思いますんで、それから、電子書籍もありますんでね、場所を取りませんから、そういうので、ご購入いただければと思います。私の場合はやっぱりね、こういった本を、ずらーっとね、本棚に入れておきたいなと思いますんで、アプリ版じゃなくて、こういった本で買いますけどもね。じゃあまたお話しさせてもらいます。はじめの一歩でした。